すっぽんの拷問ソムリエ。皆さんこんにちは、トミックです。ちょっと前に俺はブラックタイガーっていうエビを使って動く寿司を作ったんですよ。ぴょんぴょん動く寿司作ったんですけど、まあそれと同じ要領で生命力が強いもので寿司を作れば芸術的な動く寿司が作れるんじゃないかなっていうのを今日のインスタライブでやってて、なんかないかなと思った結果、生命力が強くてなおかつ肉がピクピク動くものなんだろう、スッポンだということで、スッポン買ってきました。今回はまあお寿司を作るのでちょっとデカめ、スッポンの寿司ですよ。かなり力を入れてこれ買ってきたんですよ。赤酢でございます。まあもともと赤酢が使われた理由っていうのは、まあ普通のお酢よりも安かったから使われてたんですけど、今となっちゃうね、赤酢の方が高いし、普通のお店にね、赤酢なんかなかなか売ってなかったんですよ。江戸の本拠地日本橋をね走り回ってゲットしましたよ、赤酢。本格的にちょっとシャリを作りたいんで、ちょっと米の重さを測っちゃいましょう。炊きたての米が何グラムあるのかちょっと知りたいんで、317g なので30g の酢飯を作ります。酢飯って本当にお酢とお米の配分がお菓子作り並みに正確にやんないとダメなんで。何がいいんだろうこいつの塩を一つまみと砂糖大さじ2ぐらい入れます。このお酢を振られてよくかき混ぜてあげる。お焦げは本当に嫌だ。普通の炊飯器で炊けってことかな。うちはな、土釜釜炊きなんで、お焦げができちゃうんですよ、これ。釜炊きのいい炊飯器なんで。どうすればいいですかね。詳しい方いたらぜひコメントください。今回ちょっと1号でちょっと、やらさせていただいてるんですけど、本当だったらこのセンスで仰いで粗熱を飛ばすんですけど、1号って結構少ないシャリの量なんで、ワンチャンいらないかもしれないですね。で、濡れ布巾かなんかで蓋をしてあげますと。で、基本は1時間ぐらいの寝かせで全然大丈夫です。それじゃあね、いよいよ目で見るタイムをお見せしたいと思います。はい、出ておいで。うわぁ。うわ、怖っ。ちなみに噛まれる。うぅ、結構歯が強力なんですけど、まあでも歯もとか、ウツボほどじゃないので、全然大したことはないです。歯もとかウツボって、歯がギザギザしてて、肉をえぐるような噛みつきなんですけど、スッポンは、どっちかというとカッターナイフとか、包丁のような歯なんで、切られても意外と指の修復とかは早いんですね。わかります？ほら、スッポン結構鋭いですよね、歯が。まずは寿司のネタ用に刺身を作りたいと思います。で、結構スッポンの場合、解体しても結構肉とかが結構ピクピク動いてるので、まあ上手にやっていきます。で、スッポンは結構、生き血が結構取れるので、まずは、生き血が取れたようにボウルに日本酒を入れておきます。めっちゃ脱走したがってる。やばいやばいやばい。生き血の取り方なんですけど、首を掴んでください。できない方はタオルとかで、こうやって口元やったら自動的にこうやって噛みついてくるんで、それで引っ張ってくる。で、スッポン慣れてきたなっていう方は、ひっくり返してあげてください。ひっくり返すと、こうやって首を伸ばして、戻ろうとするんで、そのね、動きを活用して捌くわけです。ここに包丁を入れる。意外とここシュッて入れるだけでも動脈が切れて生き血が取れるので、で、より血が取りやすいようにここにも切れ目を入れてあげる。空気穴、できるだけスッポンを暴れさせずに、苦しませずに血を抜く。それが大事。おっとっと、血はね、YouTube NG なんで、すいませんね、流しながら。YouTube も厳しくなったもんですね。血を抜いた状態なんで、今回首を切らずに、甲羅から切っちゃいます。リクエストがあったんですよ。インスタのダイレクトメッセージとかで。スッポンって、首引っ込めるじゃないですか。その時殻の中でどの状態になってるのか気になりますっていう人のために、
今回首を落とさずにちょっと甲羅からさばきます。そしたらちょっと分かると思うんでね、首を落とさずにさばくとこんな感じなんですけど、こんな感じになってるんですよ。で引っ込める時にこうなって、伸ばす時にこうなるみたいな、あのセロハンテープみたいな感じかな。これを引っ張るとほら、ここがどんどん伸びてくる。縮む時はほら、すごいいい勉強になると思わない？ほらこういう感じに首が伸びたり縮んだりするわけですよ。でここの根元からスッポンの場合首が切っちゃうんですよね。でこうやって出してあげて、ほらこれひっくり返して、ここの部分、ここに線があるんで、その通りに切ってあげる。内臓ごと取ってあげます。でベリベリって取れて、こっちはあの腕の部分だけになる。これほらもう刺身の部分ですよ。食べられる部分ですね。内臓でもめっちゃうまい部分がこの卵の部分ですね。これが超うまい。卵というか卵巣。刺身で食べるなら絶対にこれ食っとけ。ナンバーワン、ナンバーツーは肝と、この卵ですね。すっぽんの脂もめちゃめちゃうまい。これが腕なんですけど、めっちゃ動いてるでしょ。肩甲骨を剥がしやすいようにして、普通の寿司に作るにはちょっとやっぱりこう寿司ネタには無理なんで、あの中落ちみたいな感じでちょっと身をちょっと細かく剥いで叩いていきます。今回お寿司ネタで使う用の具材です。あ、ちょっとこれはあれですね、出汁取る用の骨なんで、まあこれはちょっと濃感で、で肝、赤身、包丁でちょっと指を血が止まってからお寿司握ります。赤酢のちゃんと色がくすんでる、くすんでるって言い方よくないな、なんかこう風味が出てる。だいたい 12g を目安に、シャリは作ります。基本的にシャリ作るときは強く握りすぎてもダメだし、軽く握りすぎると崩れてしまう。こうやって崩れないシャリが一番ベスト。豊洲市場で新しく寿司の皿買った。多分身がね最後まで生きているであろうお寿司でございます。皿変えるだけでめっちゃ豪華に見えるよね。あと醤油をハケでやるんですよ。そうすることでつけすぎずみたいな、江戸前のお寿司とかそんな感じなんですね。いただきます。ちょっと、ちょっと馬刺しの刺身、あの寿司みたいですね。いただきます。すっぽんはねびっくりするぐらいお寿司が合わない。めっちゃ相性悪すぎてびっくりなんですけど、卵の方いただきます。え、マジしんどい。寿司に合わなすすぎてびっくり。これは好き。なんか馬刺しの寿司とかあるじゃないですか、それは合うんすよ。なんで合わないんだろう。ネタだけだとうまい。シャリの作り方間違えた？いや、そんなはずは。シャリは全然よくできてる。単純に相性悪いかも。確かにすっぽんの刺身とかはちょこちょこ聞くけど、なんでお寿司がなかったんだろうと思ったんですよ。そういうことです。多分本当に合わない。何が合わないんだろう。気が向いたらぜひやってみてください。ということで最後まで見てくれてありがとうございました。このビデオいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。